おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバー、サイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは水色、ラッキーナンバー8です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。ソードの1の正位置が出ました。切り開いて成し遂げる。あなた様を突き動かす正義感、自由を求める衝動が具体的な行動となります。すぐには改善されなくても、一石を投ずるだけでも意義があると考え、苦労を買って出ようとしています。気高い信念はいずれ認められるはずです。正しいと思うことを貫いてください。あなた様の発言や行動は、未来を切り開く鍵となるのです。新しいことにチャレンジしようとしています。今まで取り組んだことのないものにも積極的に挑戦しようとする気持ちです。決断力と行動力を発揮するタイミングです。決断を確実にすることが良い結果につながるでしょう。役立っていない古い信念体系を手放すかもしれません。あなた様はすでに新しい考えや道を受け入れてください。エキサイティングな時期に突入するでしょう。また、先走って周囲を振り回すなど、自分がトラブルのきっかけにならないよう、冷静に行動しましょう。ソードの1の正位置の意味は自由、正義、平和、友愛、征服、野心、理知的、クールな態度、幻想を断ち切る、不正を暴く、聡明で論理的な人、偽りのない関係、権威。二枚目めくっていきます。恋人たちの正位置が出ました。夢に心地で幸福を感じる。あなた様の行く手が守られています。心が幸せで満ち足りて、嬉しいと感じるものを選びましょう。何かに魅了されている様、快楽に身を委ねて夢見心地になっている状態です。自分の行動から未来を選び取るという意味も含まれます。新しい何かを予感させ、運命を切り開いていく選択の時が訪れたことを告げています。あなた様の人生でも、新しい出会いやチャンスが訪れても、あなた様が選ばなければ、その先の発展はありません。心に迷いがあっても、特に結婚やビジネスの契約など、人生を左右するようなことほど、しっかりした選択と決意が重要です。一抹の不安があっても、選択することを恐れないでください。ほとんど良い意味を表しているのですが、異性のためにお金を使ってしまうイメージがあります。お金の管理には気をつけた方がいいです。恋人たちの正位置の意味は新たな始まりのための選択の時期、協力する、パートナーシップ、関係、主要な選択肢、恋に落ちる、魅力的な人、夢見心地の恋。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。